お待たせをいたしました。第10競走、今日のメインレースは重賞第20回トキ大賞典グレード3です。距離は1800メートル、今年は12頭が集まっております。インターパレード、石役マッハ、恵比寿山と、ゼンノモトーレ、レイズスズラン、アービルシーザー、ニッケル水素、東方エンペラー、スマートボーイ、ダイワトニービン、イエロードリーム、そしてスナークレイヤース。馬場コンディションやや重です。恵比寿山と収まりました。8枠2頭の枠入りがこれからです。イエロードリーム、そしてスナークレイヤース。スタートしました。第20回トキ大賞典グレード3。まずは間をついて上がっていきますのがニッケル水素でありますが、外かわしていきました。スマートボーイ、スマートボーイがやはり花に立ちました。ニッケル水素、内に回ってレイズスズラン、その外目から上がっていく東方エンペラーであります。その後ろは2、3馬審査、12番スナークレイヤース、内にゼンノモトーレ、その後ろ11番イエロードリーム、第1コーナーに入ります。10番谷はドリービン、外から石役マッハ、後方待機策は恵比寿ヤマト、そしてアービルシーザー、シンガリがインターパレードという流れ。各馬2コーナーカーブに入ります。ゴールまで1200を通過しました。先頭は9番スマートボーイ、約1馬身のリード。2番手には5番レイズスズランがマークで向こう上面。2、3馬審査、東方エンペラーは3番手、東方エンペラー3番手のポジション。うち体半分差、4番ゼンノモトーレ 1000m 通過。4、5馬審査、中段位置は固まっております。スナークレイヤース、内に11番がイエロードリームです。その外に2番石役マッハ、間をついて7番ニッケル水素。2、3馬審査、後方勢は10番ダイワトニービン、800を切りました。外から3番恵比寿山と、さらに遅れまして後方勢アービルシーザーと、その外に1番インターパレードです。第3コーナーに入ります。前の争いは9番スマートボーイ、600を通過、約2馬身のリード。東方エンペラー2番手、東方エンペラーは2番手、その差じわっと詰めてまいりました。その後ろに4番ゼンノモトーレ接近、4コーナーカーブであります。その後ろですがレイズスダン、少し後退加減、石役マッハ、400を通過、4コーナーから直線コースへ。先頭はスマートボーイ、スマートボーイ1馬身のリードですが、外から東方エンペラー、外から東方エンペラー、さあ前は入れ替わるか。2頭の競り合いに、あとは3馬審査、ゼンノモトーレ、外から石役マッハ、石役マッハ、恵比寿山とやってくる。大外をついて恵比寿山と、恵比寿山と、しかし先頭は東方エンペラー、2番手には恵比寿山とが上がって前を捉えるか。しかし先頭は東方エンペラー、恵比寿山と合流。2頭並んで入線、東方エンペラーか恵比寿山とか、そしてスナークレイヤース3番手の入線です。前2頭、どうやら東方エンペラー大勢有利、そして3番恵比寿山と外から迫っておりました。12番のスナークレイヤースは3番手の入線です。第10競走第20回トキ大賞典グレード3、8番東方エンペラーがどうやら栄冠を勝ち取ったようです。外から迫った3番恵比寿山と2番手、その後スナークレイヤース。お買い求めの勝ち馬投票券は着順確定まで、お捨てになりませんようご注意ください。